情報系を学べることや、その自分は絵を描くことがすごい好きなので、そういったデザイン系も学べつつ、その就職系やキャリア系を2年で学ぶことができるところにすごい魅力を感じたので、ここを志望しました。その自分の学びたいことを専門的に学べると思って、すごいいい制度だなって思います。CG 概論という授業があるんですけど、そこでその CG について学んで、 CG エンジニア検定を取ろうと今勉強頑張っています。その高校は普通科だったので、そういったデジタル系のアプリとかデザインとかもやったことないんですけど、先生が細かくアドビのフォトショップとかイラストレーターとかの使い方を教えてくださっています。結構家でもそういう習ったこととかを活かして、自分でイラストを描いたりしていて、すごい成長したなって感じます。今興味ある業界がエンターテインメント産業っていう業界で、その中でもゲームが好きなので、 e スポーツとか広めれるような職業についてみたいなって思っています。実力のある人とかもたくさん世の中にいて、自分も置いていかれないように常に情報を更新して作品を作るっていうところがすごい大変だなって思ってます。CG 系の勉強も頑張りつつ、単位一つ一つ大事に授業を受けて取得できるように日々勉強を頑張りたいと思います。